パーラ朝、パーラ朝、パーラ朝、英語、プラダイナスティ、ベンガル語は、8世紀後半から12世紀後半まで、北東インド、ベンガル地方とビハール地方を中心とた地域を支配した仏教王朝、750年から1162年、あるいは1174年。首都は、パータリプトラ、ガウル。7世紀後半に、バルダナーサが滅亡した後、 ベンガル地方とビハール地方は無政府状態に陥り、北西インドのプラティーハーラーサとデカンのラーシュトラクータ、朝の侵入もあって、この地域はマンスヤンアヤ,ヤム、魚の法律、すなわち弱肉強食を表すと呼ばれた。そのため、この地方の混乱を収集しようという動きが現れ、750年頃にゴーパーラが各地の名士たちによる公式な選挙で王に、 選出されたゴーパーラの父シュリーブヤプヤタは、この混乱期に武力で小王国を建設した有能な戦士だったようだ。ラーマチャリタによると、パーラ朝の故地はバイレエンドリーとされており、ゴーパーラは同地で王位についたと言われている。この王家の起源は不明であるが、ラージュプートの王朝などのように、その祖先を神話や志士の英雄に遡らせていない点から、 クシャトリアでもバラモンでもなかったと推定される。七百七十年、ゴーパーラの息子でジオ・ダルマパーラが王位を継承した。その地勢、デカン地方のラーシュトラクーターサ、東インドのパーラーサとカナウジをめぐり激しく争った。カナウジは、小国、アーユダ朝が支配していたが、バジュラーユダの死後に二人の息子インドイラーユダと、チャクラーユダが王位をめぐり争い。 インドラーユダが王位を継承した。敗れたチャクラーユダはパーラーサのダルマパーラと同盟してカナウジに侵攻、インドラーユダはバッツァラージャに援助を求め、彼もこれに応じた。こうしてインドラーユダと同盟するバッツァラージャはチャクラーユダと同盟するパーラーサの領土に攻め入り、その軍勢を撃破してベンガルビハールに攻め入った。ところがラーシュトラクーターサのドゥルバが透かさずに、 デカンからプラティーハーラーサに進攻し、バッツァラージャはこれに敗れ、ラージャスターンのジャーロールへと逃げた。その後、ダルマパーラは、バッツァラージャの支援をなくしたインドラーユダを見て、カナウジを攻撃し、この地を占領した。インドラーユダは今度は、ドゥルバに支援を求め、パーラーサは、ドゥルバに破られ、カナウジを奪還された。だが、ラーシュトラクーターサの全軍がデカンに引き上げて、 戦場を明け渡すと、パーラーサが、インドラーユダを排除してカナウジを奪還、チャクラーユダを大いにつけた。そして、北インド、パンジャーブ、ラージャスターンなど、の章を招いて、大会議、ダルバールを開き、自ら採取となって、チャクラーユダの即位式を挙げていが、これは、チャクラーユダが、パーラ朝の総試権を、こと受け入れたことを示していた。ここにガルマパーラは、 パーラー社のベンガルからカナウジに及ぶ大帝国を築き上げた。その後、ドゥルバの後継者、ゴービンダ三世がバッサラージャの後継者、ナーガバタ二世を破った後、ダルマパーラは南方遠征に向かう情報を掴んだ。ダルマパーラはチャクラーユダと共にゴービンダ三世に孔納品を送り、ラーシュトラクーターサと講和を結んだ。だが、ナーガバタ二世は、 ダーシュトラクーターサが南方遠征に専念して北方に関心を示さなくなると、プラティハーラーサは北インドの覇権を狙って行動するようになる。チャクラーユガのアーユダチョウを滅ぼしてカナウジを占領、その地に戦とした。ダルマパーラモにムドゥガギリ、ムンゲールで破れ、北インドの覇権はプラティハーラーサにとって変わられた。なお、ダルマパーラは熱心な仏教徒で、 ビクラマシーラ寺院など多くの僧院を建設し、グプタ町の時代に建設されたナーランダー僧院など、かつてから存在した仏教寺院も保護された。ダルマパーラの息子デーバパーラの知性、パーラーサは最盛期を迎えた。デーバパーラは、父ダルマパーラが北、インドで敗北したのを見て、東部での足場を固めることにした。彼は、 アッサム地方とオリッサ地方北部に侵攻し、それぞれの王に総主権を認めさせた。また、その勢力はネパールの一部にまで及んだ。また、プラティハーラーサが弱小な王ラーマバドラであることを見て、デーバパーラは反撃に出た。ビハールからバーラーなし一帯に至る地域はパーラーサの領土になり、ガンジス川一帯に広大な領土が築かれた。 次の傍者一世はも東部に支配を拡大しようと、したがデーバパーラによって阻止された。パーラ朝は東南アジアとも盛んに交易を行い、仏教を通した交流もあった。デーバパーラの知性もまた同様に信仰の厚い仏教徒であった。王の知性には有名なところでは、シャイレーンドラ町からの施設が来訪し、 目的は、同王朝が建てたナーランダー総員にご家損をせよすることにあった。デーバパーラの死後、弱小な王が続き、その大帝国の維持に困難をきたすようになってきた。デーバパーラの息子マヘエンドラパーラはすぐに死亡し、名称と誉れたカイイこトコビグラハパーラ一世が王位についたが、その息子ナーラーやナパーラのために退位した。 ナーラー・ヤナパーラの長い地勢、860年に、ラーシュトラクータ・アサの君主アモーガバルシャ一世の信仰を受け、その軍勢に敗れた。ただし、これは、征服目的ではなかったため、領土の縮小には繋がらなかった。また、9世紀後半に、ボージャ一世のもとでプラティ・ハーラ・アサが台頭し、パーラ・アサの領域を侵食した。時代ンドラ・パー一世のにはさらに領域を、 侵食され、マガダ地方が奪われたが、ベンガルの主要部分を何とか保持した。ナーラーヤナパーラの地勢末期、916年から917年にかけてラーシュトラクータアサのインドラ三世にプラティーハーラ、アサに侵攻し、その君主マヒーパーラ一世は一時王いを追われた。パーラアサは、その混乱に乗じて、マヘーエンドラパーラ一世に征服されたマガダ地方を奪還した。 10世紀に入ると、プラティー・ハーラーサは弱体化して分裂し、かつての力を失い、ガズナーサのマフムードの侵攻を受けて、事実上滅亡した。ラーシュトラクータ朝も、南方の長羅朝との渉を、内乱で弱体化し、10世紀後半には、風神、チャールキア家のために滅亡することになった。だが、ラージアパーラの知性、最大の脅威であった。 プラティーハーラ朝が衰退したにもかかわらず、パーラ朝は再び縮小期に入った。パーラ朝もまた、プラティーハーラ朝が衰退した要因の一つである、サーマンタ、風神の自立化に直面しなけられならなかった。すでに十世紀前半には、ベンガル東部は、仏教徒の王、カーンティデーバが独立し、十一世紀になると、チャンドラ朝が、同地方を支配し、やがて、 ベンガル南部に進出した。ベンガル北部及び西部には、カンボ長ジャ朝が10世紀後半に独立を果たした。だが、マヒー・パーラ一世は、王朝の第二の創始者と言われ、ベンガルを追われて、マガダ地方に支配を限定されていた、パーラ朝はその知世に、再び勢力を盛り返した。彼は1000年までに、ベンガル北部、東部の大部分を回復し、バーラーナシーさえも支配下に置けと言われる。 とはいえ、1023年にパーラーサは、長羅町のラージェエンドラ一世の軍勢に敗れ、その軍がガンジス川流域にまで到達するなど、王朝の水運は止めることができなかった。この軍勢の目的は、ガンジス川の清水など戦利品目的であったため、領土の縮小には至らなかったものの、南のカラチュリチェーディーアーのガーアンゲイヤがその後、侵攻すると、パーラ町の軍勢敗れ、 パーラーナシー一体が征服された。パーラーサは、その後、内紛で、ベンガルを失い、さらには、後期チャールキアーサの君主ビクラマーディティア6世の攻撃を受け、徐々に弱体化した。ラーマパーラの時代、周辺のサーマンタ、同盟勢力の協力もあって、一時的ながらも、マヒーパーラ1世時代の勢力を回復することに、成功した。だが、その後は、 サーマンタの自立、周辺勢力の圧迫があって領土は縮小した。加えて、ベンガルの信仰王朝である、セーガーサに圧迫されて、王朝は全く振るわず、ビハールの一勢力となった。そして、マダナパーラの知性、1162年頃にセーガーサに、滅ぼされた。とはいえ、ゴービンダパーラという人物が継いだともされるが、それでも1174年には滅亡している。 パーラ朝の歴代の王は仏教を保護し、当時の北部ベンガルにはビハーラ、創院が多かったため、後のビハールの語源となるほどであった。8世紀の後半にインド哲学の巨匠、シャーン・タラクシタと大密教行者、パドマサン・ババなどをチベットへ仏教施設を派遣した。パーラ朝時代の仏教は密教としての仏教が盛んでいわゆるタントラ仏教であったため、 チベット仏教も、その影響を強く受けている。また、芸術を保護したため、絵画、彫刻、聖堂の鋳造技術が著しく進歩して、仏教美術では、パーラ式仏像を生み出して、世界的に有名となり、その美術は、パーラ派や、東方派と呼ばれ、優れた技巧と、天賀な衣装で知られている。とはいえ、民衆は仏教のみならず、ヒンドゥー教を信仰する者もいた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。